お腹を引き締めたい方やプランクをしっかり腹筋に効かせたい方は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの20回プランクインサイドを紹介します。今回のエクササイズはこのような方にやっていただきたいです。腹筋が腰に来てしまう、プランクがあまり効かない、反り腰である、短時間で腹筋に効かせたい、こういった方におすすめです。今回のメリットとしては骨盤を後傾さすことができますから、腹筋にしっかり負荷を与えることができます。その結果腹筋全体にしっかり効かすことができます。ではやり方を説明します。まず通常のプランクなんですけども、肩の下に肘をついて体をまっすぐ持ち上げます。腰が反れないようにお腹を締めて体が上がりすぎず、まっすぐキープです。この際にお腹に効きにくい人のよくある欠点が、体重が前にあって、かかとの位置がつま先よりも前に行ってしまうと、お腹に来る重心が肩に来てしまいますから、腕が疲れてしまう、肩がだるい、お腹に効いてない、そういった結果になってしまいます。その際にプランクはですね、かかとが下に降りるほどお腹に効きます。肘が前に出るほどお腹に効きます。ですがお腹を締めて腰を丸めることができない方はですね、腹筋よりもやはり腰に効いてしまいますので、それを今回改善したプランクになります。プランクインサイド、その名の通りインサイド、足を動かしていきます。通常の姿勢からですね、片足抱えます。片足抱えたことによって骨盤が後傾できてます、お腹が締まってます。そうすることでこの状態から足を横に出す、戻す、出す、戻す、お腹を締めたまま足を横に出して体を下げることで、お腹に負荷が加わったまま、そこにエキセントリック収縮がかかってお腹が引っ張られて、より腹筋に効くということになります。足を真ん中に戻すことによって腹筋を締める、締めた腹筋が伸ばされて腹筋に効く、締める、伸ばす、といったのを片足10回ずつ行っていきましょう。とにかく足を抱えとくことです。足を抱えて、できるだけ抱えてですね、低く行っていきましょう。これを20回やって10秒休み、それを繰り返し3セット行っていきますので、しっかりできる方は3セット、きつかった方は1セットでやめて、あとは見てください。まずは右足から10回いきます。いきます。10秒休みます。では2セット目いきます。いきましょう。はい、10秒休みます。頭のセットです。お腹に徐々に疲労が溜まっているのが分かると思います。ラスト1セット頑張りましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 1、2、
お疲れ様でした。1セットしかねやらなかった方、3セット頑張った方、それぞれいると思いますけども、自分のレベルに合わせてですねやってください。で、今回3セット頑張った方、漏れなく翌日筋肉痛がついてきます。普通の腹筋はですね、収縮する緩むっていう繰り返しをしていると思うんですけども、この場合はお腹に力が入ったまま緩まることなく伸ばされる、また縮む、伸ばされる、縮むっていう風にしますから、ずっとお腹に負荷が加わってます。しかもお腹に力が入ったまま伸ばされますから、筋肉痛がすごくね起きやすいです。まあ普通の腹筋ローラーみたいな、力が入ったままお腹が伸ばされていくっていうのと同じような感覚なので、筋肉痛がね結構起きやすいです。ですので筋肉痛好きな方とかね、あとは腹筋しっかり効いた感じがしたい方、そういった方にはね、今回プランクインサイドおすすめです。20回でですねしっかり効かすことができますので、まあ3セットやってもですね大体1分ちょっとです。それでしっかり腹筋を鍛えることができますから、お腹が気になる方、お腹を引き締めたい方、反り腰な方、短い時間で効かしたい方、プランクが効かないよっていう方、腹筋で腰が痛くなる、プランクで腰が痛くなる、そういった方にはおすすめです。ということで今回はお腹を引き締めたい方、プランクが効かない方、腹筋しっかり効かしたい方におすすめなプランクインサイドでした。頑張った方、勉強だった方、よかったらコメント、グッドボタンをよろしくお願いいたします。そして行った日はですねコメント欄にですね自由に使っていただいてよろしいので、やった日、日付、何日目、変化、そういった感じでね記録に残してもらえたらと思います。モチベーションアップにつながってもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。